どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングは今世界中を引っかき回している韓国出身のグループ BTS のバター。こちらの曲、このちっちゃいウクレレでファンキーにソウル風にやってみましょう。はい、この曲ね、僕車ドライブしてる時にラジオ聞いていたら流れてきて、なんかすごいかっこいい曲だなと思ったら BTS のこのバターだったというわけなんですけど、もうこのグルーヴ感もたまりませんね、これね。はい、ぜひ皆さんチャレンジしてください。ちょっと難しいですけども、特に英語がね、英語の歌がやっぱちょっと難しいんですけど、はい、いつものように2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ超簡単アレンジ、なんと入門コード4つでできちゃうんですよ。これはすごいですね。シンプル簡単バージョン、ほんとゆっくり4つ弾きでやるんで、これできると思いますよ。はい、歌ちょっとね、英語でね、もう聞き込んでタイミングを測ってね、やってみてください。はい、で、後半はかっこいいバージョン。こっちはですね、リズムですよ。16ビートのあのグルーブ、ファンキーなグルーブがもう炸裂。そう、カッティングとかいろいろな小技も入ってくるんですけど、なんとかあの、ファンキーな腰に来るこのグルーブを再現したかっこいいバージョン、やります。2バージョン最後まで、ぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、どんな方でもあっという間にウクレレ弾いて、歌える、弾き語りができるプログラムがあります。今まで音楽を諦めてた方、音楽挫折した方、ぜひ、ここでもう一回始めましょう。はい。もうちょっとしたら、このね、誰でも簡単にできるプログラム、ここにリンク貼ってシェアしますね。これで、ここに行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間ですから、これ YouTube 動画ですからね、無料ですからね、今すぐ音楽始めましょう。ここからです。行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきて、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画の課題曲、すでに1600曲以上もうアップロードされております。皆さんの好きな曲もあるです、あるですよ、あると思いますよ。はい、それではね、やってまいりましょう。 BTS のかっちょよくてファンキーな曲 Butter、 ガズレレ流シンプル簡単バージョン、入門コード4つでゆっくりやってみます。 1,2,3,4Food like battle, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cliche sound, yeah, I'm winning all my mother. Hot like summer, yeah, I'm making sweat like a breakdown. Oh, when I look out in the mirror, I'm made your heart beat in two. I got to blow, so blow, 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 to the boogie like that.Right left to my room, ooh, high like the moon, rock with me, baby, baby. Know that I got to hit. Let me show I got that to see it. Sidestep right left to my room. Get it, let it roll. Blue light battle, pull me like no other. Me, no, Asha, remind me you got it bound.No other, sweep you like a rubber. Straight up, I gotcha. Make you fall like a breakdown. Oh, when I look at the mirror, I made a heart beat in two. I got to sweep through glass, whoa, whoa, whoa. Do the boogie like sidestep right back to my booty. Ooh, high like the moon, rock with me.Know that I got to keep. Maybe show me your tattooed teeth. So I step right back to my beat. Get it, let it blow. Ooh. Let's go. So I step right back to my beat. Ooh. High like the moon, rock with me.Know that I got to hear. Let me show your target shit. So I step right back to my beat. Get it, let it know. Blue like cliche, and you know we don't stop. Hot like, you know, you be like, oh my god. We gon' make it lock and just say, yeah. We gon' make it bounce and just say, yeah. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it know.BTS
のバザーガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりでやってみました。いかがだったでしょうか。入門コード4つ。はい、この曲ってやっぱそのリズム感とかビート感がすごい大事なんで、今のシンプル簡単4つ弾きで歌でね、そのなんかテンポ感とかリズムのノリを出せるのが本当はいいと思うんですけど、確かにちょっと歌はね、ちょっとタイミングとかね、まあ難しい。英語だしね。はい。でも、すごく聞き込めばね、できると思います。まあ聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジになっております。どこをショートカットになってるかというと、あのね、後半のところでもうガチのラップが入ってくるんですけど、そこのところをですね、ちょっとショートカットさせていただいてます。そこのところやりたいなと思った方は、コード進行はね、サビとこのコード進行と一緒ですんで、そこでこうやってみてください。はい。そして、まずはね、今のシンプル簡単バージョン4つ弾きで、シンプル簡単バージョンゆっくりガズレレの動画と合わせて練習してみてください。それだけでもね、きっと一緒に歌って合わせられるのも結構難しいと思いますね。やっぱ英語とね、言葉のタイミング、はい、まずはだから一緒に合わせるのを目標にしてやってもらいたいんですけど、そこまでもしできて一緒に合わせられるようになったらもう素晴らしいです。おめでとうございます。はい、そこまでできたら、じゃあ次のステップいきましょう。次のステップは何かというと、今度はね、 YouTube を見るんじゃなくて、ご自身一人だけで演奏してみるのをおすすめします。自分一人だけで歌ってメロディーをつけてリズムを生んで音楽をこう作り出す。ぜひやってみてください。その時やっぱり必要なのは楽譜だと思いますね。いずれはその曲を覚えちゃったらいい、気持ちがいいと思うんですけど、まずは楽譜を見て自分だけでどんどんやってみるのがいいと思います。じゃあその楽譜ってどこにあるんでしょうという話になるんですけど、安心してください。ここにあるんです。楽譜。今ね、ガズはこのバターをですね、この自分で書いた、この楽譜を見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこんな感じで大きく、皆さんにシェアしようと思うんですけど、今便利なサービス、こちら始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の BTS のバターを含む、ガズがもう書いて書いて書きまくって、もうめちゃくちゃ膨大な数のね、能動楽譜があるんですけど、その中から毎月5曲、皆さんが気になる曲を選びいただいて、ダウンロードしていただいて、すぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも、山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている、毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってますと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこうお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にね、リンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。 Butter BTS。 はい、ここに1って書いてあるじゃないですか。1ということは今日2枚にわたってこっちにもありますということで、ちょっと大盛りなんですけど、ちょっと今日ね、書き方がちょっと工夫してあるというか、最初の歌い出しのところなんですけど、コードがですね、ずっとワンコードなんですよ。こう C7 ということでずっと弾いてるんで、シンプル簡単バージョンはここからリズムいいんですね。はい、ここからクールシェイドスタナーからですね、クールシェイズスタナー、これ後半のとこからリズムが入ってくるということなんですけど、はい、でこのコード進行 1,2,3,1,2,3,4 なんですけど、これね、下にここ書いてあるじゃないですか。これ後半のかっこいいバージョンで、ここかっこいいカッティングでリズムをね、生み出していこうということなんで、これ後でね、 かっこいいバージョンではしっかり解説しますんで、今はここずーっと C7 だぞと覚えておいてくださればれば大丈夫です。この後半から始まりますね。でこっから B メロが始まります。あんなんなんけなのメロラーって、ここね、いいメロディーですね、ここから。で、この B メロやって、これワンブロックはこんだけでかいですからね、英語がいっぱい言葉が詰まってるんで、こういう表記になっちゃいますね。はい。で、ここがサビです。ここがかっこいいんだ、ここサビがさ。はい。ここはもう一回覚えちゃったらいつでも歌いたくなります。この言葉の言い方がちょっと難しいですけど、特にここ。ここのところとかね、言い回しすごく、
なんていうの、特徴があるね、かっこいいんだけど難しい、はい、この3行がサビになってます。でここがですね A の2番、2番のそのパートのところなんです。ここはずっと C7 を弾く、4つ弾きで弾いて、でかっこいいバージョンはここに出てきた この弾き方をカッティングで繰り返すということになってます。ここのワンブロックだけ止まるって書いてある。ここもねちょっとテロップと確認してみてもらうと分かるかもしれませんと。そしてここからがガズレレオリジナルアレンジで、ここでまた B メロってサビやるんですけど、はい、ここから間奏入っていきます。間奏、ちょっとした間奏をこう入れて、そしてもう一回サビに行きますね。はい、ここのサビです。はい、スライスエブライト、ここ行って、そしてその後問題ですね。サビ、3回目のサビが終わったら次こっち側に飛びます。ラストのパートですね、ラストのエンディング、ここのところがねもうほんとファンキーでね、もうかっこいいっすよ。ここ Smooth like crochet and you know we don't stop、ここら辺かっこいい感じ、最後でかっこいい感じで、ここもこんなちょっと呼びかけイエーイとかこうね、なったりなんかして、で最後にここバーってやって終わる。こんな感じのガズレレアレンジになっております。はい、で先ほども言ったんですけど、今日は嬉しいことに入門コード4つです。見て、 C7 Am F G7、はい、ちょっと Am ちょっと見づらいねこれね、はい、これ Am ですよ、この入門コードです。これは嬉しいやつだ。これはね、この C7 っていうのね、見て、1弦の1フレット1個だけだから、これはもう本当にもうね、初心者でもすぐできるコードですよ。はい、入門コード4つ。これ、ね、ちなみにかっこいいバージョンでもこのコードなんですよ。だからかっこいいバージョンはリズムが変わるだけでコードは一緒なんですよね。そこのところがもうびっくりした。まずさんびっくりです。はい、この入門コード一応4つなんですけど、ちょっと今日一応ですけど、これを紹介させてください。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードの10個のグループの名前なんです。10個も覚えなきゃいけないの、今日4つだけだからいいじゃんと思うかもしれないんですけど、これをきっかけに他の曲もいろいろやりたいじゃないですか。どっちにしろ遅かれ早かれこの10個のことを覚えちゃった方がいいと思うんで、今日きっかけにお時間ある時にやってみてください。でも10個もあるのか大変そうと思うかもしれないんですけど、入門コードなんて1個ずつ見たらめちゃ簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとね、ごちゃごちゃになるんですよ頭がね。それで私がですね、もうめちゃくちゃ頭にスイスイ覚えられちゃうすごい動画撮ってます。ここにリンク貼ってます。この動画見たらですね、どんな方でもスイスイその10個のコード頭にスイスイ覚えられちゃうね、もうすごい動画になってますね。ぜひね、ちょっと時間ある時にやってみてください。今日はその中から4つ出てくるということなんですけど、遅かれ早かれチェックの方よろしくお願いします。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、今日はもうここで声を大にして言いたいです。まずはこの4つ弾きゆっくりでいいんで、歌ですね。ただでさ英語で難しいんですけど、さらにこのグルービーな、もうソウルフルで R&B な感じ、もうファンキーでね、その感じってね、この歌で結構表現しとかないと、リズムでいくらやってもこれ歌とねまた交わらないんで、その感覚をやっぱりその BTS さん聞いて聞き込んで真似してですね、リズムを、何回もちょっとチャレンジしていただきたいなと思うんですけど、はい、それである程度歌がこうまとまってきた段階でかっこいいバージョンに入っていた方がすごくいいと思ってお勧めします。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは今日はリズムが結構なかなかすごくて、コードはさっきと同じなんですけど、弾き方ですね、今日出てくるリズムはこちら、ドーン、16ビートのチャとカッティングとシンコペーションがね出てくります。でさらにこの曲は先ほどから言ってるようにファンキーでグルービーなんで、ちょっと跳ねてる感じのリズムが入ってくるとかっこいい、シャッフルの感じがね、だと思います。でこの3つの弾き方の解説、ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページ1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画すでにアップロードされておりますので、ぜひそこをじっくりご覧になってリズムの研究してみてください。とはいえ今日のこういう曲ってね結構難しいんですよ。まあなんとなくちょっとリズムの感じをちょっと説明するデモで弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。これ簡単そうに見えると思うんですけど、結構これ難しいんですよね。でしかも今よく見るとこの左手パタ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 になってるじゃないですか。これカッティングなんですよ。これ音をね、止まってカチャカチャってしょ、こういうのカッティングって言うんですよ。音がね伸びてるでしょ、音を左手でこう触って止める、こうやってこういうリズムのことカッティングって言うんですけど、今日この曲このカッティングいっぱい出てくるんです。さっきのねリズムいろいろのところに出てきたカッティングのところでまず基本を練習してリズムに織り交ぜていく。これちょっとね、時間かかるかもしれないんですけど、やってみてください。はい。そしてですね、じゃあちょっとなんとなく全体像を見ながら説明していきます。最初の歌い出しなんですけど、まさにこのカッティング、弦を触れてカチャッという音があるじゃないですか。これでリズムを刻みます。
ムーバイバラ、こんな感じで最初の前半の歌はですね、このカッティングのリズムの中でやってみる。これがいいと思うんですよね。さっきのシンプル簡単バージョンもこう触ってバン、トゥー、スリー、こうやってボディヒットみたいな感じやってたんですけど、今度はこうリズム、このリズムでカッティングでリズムを刻みながらやる。そして、後半のクーシェスタナーのところからリズムが入るんですけど、そこからカッティング、C7 でカッティングです。ちょっとね、やってみよう。最初からやってみるか。1、2、3、4。グッバイバラ、like a criminal undercover girl. Pop, like, double, break it into you like that. ここからリズム。クーシェスタナー、I'm not you on my mother.かっこいいけど難しいんですよこれ。こんな感じ、かっこいいけど難しいよねこれ。カッティングで、今 C7 を押さえてタッタッタッチャ、これチャも入ってますかね。はい、前半タッタッタッチャッツタッ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 チャッタッタッチャッタ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 ッチャ。はい、これね、楽譜でこれ表していると思うんですけど、この矢印マーク、これシンコペーションで、ダン、ダン、ダン、チュー、ダン、ダン、ダン、ちょっとリズムが前にズコンと食い込んでる。これで一応このシンコペーションつけたんですけど、シンコペーションというよりはこのフレーズで覚えちゃうといいかもしれません。一緒に口で言ってみましょう。せーの、ダン、ダン、ダン、ダッタダン、ダッタン、ダン、うん、ダン、ダン、ダン、チャ、ダン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 、チャ。ここでパタパタ動いてるでしょ。これで止めてるんです。このリズムまずは覚えちゃって、カッティングをしないとなると、こんな感じになると思います。これカッティングするから、かっこいい、かっこいい、これを弾きながらまた歌うってんですから、なかなかなものでございます。これはもう修行ですね、皆さん。カッティング。このカッティングとかこのリズムのね、勉強、ガズレレ大学ではかなり濃厚にやってますんで、もしこれカッティングとかいろいろこういうちょっとね、もう一段レベルの練習すごいしたいなという方、概要欄にも貼ってありますね。ガズレレ大学、ちょっとチェックしておいてください。そしてですね、B メロからリズムに入ってきます。ここからはファンキーな16ビート。Oh, oh, when I look at the mirror, I'm really hard in two. I got to see the truth, so. はい、ここ。Whoa, whoa, whoa.ここで止まって、そしてその勢いを保ったまんま、サビに突入します。で、サビはずーっとやって、サビの一番最後にもね、キメが入ります。その一番最後のキメのところやってみますか。今のは言葉と全く一緒ですね。一番最後のところですね。Slice that down there to my beat. Let it, let it roll. はい。ここの B と Get it, Let it roll. ここですね。1、2、こんな感じ。もう読んで字のごとく。はい。この決め、何回か出てきます。サビのたんびに毎回出てくるのと、一番最後のところにもこんな感じで決めが出てきます。これもカッティングですね。できればここで止めたい。右手で止めるのは大変よ。まあ、これでもできないことはないですけど、できればこのカッティングでね、ビシッと止まれるとかっこいいと思います。今日だからそういう意味ではこの曲結構ね、難度は高いんですよ。カッティング出てきますからね。曲の中でもね、この矢印マークのシンコペーションのマークが入ってくるところがドーンと突っ込んでくるんだよみたいな感じで、ちょっとデモ演奏を聴いてもらってニュアンスをちょっとつかみ取れると思うんで、やってみてください。それで、まあやっぱりこの曲はですね、そのノリとかグルーブとかもうほんと踊りたい。BTS のビデオみたいな、もう踊りがもうすごいんですけど、まあ踊りもすごいけど、曲のね、うねりとかその歌のね、タイミングもなかなか面白い曲で、あとはやっぱり、和訳を見てください。和訳を見ながら、やっぱその曲の中身を感じ取りながら、それも一緒に表現したいというふうに思いますね。で、この曲、こういうグルービーな曲って、やっぱり思わず熱中して、こんな風になりがちなんですけど、やっぱり忘れちゃいけない。この体でこうリズムをぐんぐん腰からこう生んでいくみたいな、そんなの意識するとよりね、こうリズムがこう輝くと思います。いやー、ちょっとなかなか難易度は高いと思うんですけど、ゆったりじっくり取り組んでいきましょう。 BTS のバーターガズレレ流かっこいいバージョン、ファンキーにソウルフルにやってみる。1、2、3、4。 Move like butter, like a criminal undercover. Don't popLike trouble, breaking into your heart like that. Come
hurry on my mother. Hot like summer, it'll make you sweat like a breakdown. Oh, when I look at the network, I'm not a hard to do. I got suits to bust it, whoa, whoa, to the boogie like size head, my mouth to my beat. Got it down, ain't no other that sweet feel like a lover. Straight up, I got you, make you fall like a breakdown. Oh, when I look in the mirror, I'm not a hundred and two. I got the suits to roll, roll, roll to the boogie like size and like that to the moon. Ooh, I like the moon rock this me, baby. Know that I got to keep the shark out. ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー気持ちがいい。これね、ほんとね、この体でね、リズムを刻んでなんか気持ちよくこうハマった時にね、ほんとにいい気分ですね。皆さん、まあこういう曲はまずはね、聴き込んで、そう体を揺らして、体で聴くっていうかな、音楽を体に聴いて、それを今度落とし込む感じで、そういう感じで取り組んでみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。皆さんお知らせです。これ見て、これ。はい。これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これ、ウクレレリュックなんですよ、ウクレレが入る。ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで。でね、この横にも持てるんですよね。これだから、ビジネスマンの方はこれ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。このガズレレ 2way リュックの詳細は、概要欄のところのグッズ用のところに貼ってますんで、ご確認ください。5月30日、2021年の5月30日、からスタンド FM というサービスを使いまして、ガズのラジオ放送ガズラジが毎朝7時半ぐらいから、どなたでもいつでもどこでも無料で聴けるサービスとしてスタートしました。はい、もう今上がってるんですけど、実はこのガズラジっていうのはよくご紹介させていただいているガズクラブっていう、まあ、コミュニティの中で限定ラジオ配信してたんですけど、今回もうオープンでみんなに聴いていただこうということで、2021年5月30日からオープンになっております。ぜひ皆さんね、ちょっと見てもらって、リンクここに貼っておきますよ、このラジオ放送のリンク。はい、ここでちょっとねチェックしておいてください。毎朝もう気持ちがいい時間過ごせるようにラジオ配信していくんで、お楽しみにしておいてください。あとですね、リッドミュージック社からリリースされているこのガズのいろいろ本、楽譜の本なんですけど、もうシリーズ累計12万5千部突破になっています。そのね、この新しいシリーズの本がこの青いジャケットになって7月に登場します。ただいま予約受付中です。このことの詳細も概要欄に貼ってますんで、ご確認ください。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。